北見駅は、北海道北見市第2西一丁目にある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道赤北本線の駅である。駅番号は、A60。電報略号は、君。事務官コードは122,528。北見市の代表駅。特別快速、北見の始発、終着駅であり、特急、オホーツク、大雪を含めた全ての旅客列車が停車する。 1977年の北見駅と周囲約 1.5km 範囲。右上が、関北本線波尻方面。左下は、左へ、関北本線沿岸方面。下へ、地北線池田方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成駅舎側に名した短式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線。 計2面3線のホームを有する地上駅。ホーム間の移動は、古線橋を使用する。ホームのない側線も2線有する。終日社員配置駅。緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、待合所、キヨスク、ゆうちょ銀行 ATM、駅連高あ事務所設置。以前は、立ち食いそば、うどん店があり、駅弁も販売していたが、2007年8月に、 閉店した。駅の西北見方は、地下トンネル、柏明方は、高架線で立体交差化されており、それに挟まれる位置に立地する。西北見側には、北見運転所があり、車両留置などが行われる。乗り場かつては、島式ホーム原3番乗り場の遠軽方を切り替えた、切り欠き機、ホーム一線があり、ふるさと銀河線の列車が発着していた。 銀河線廃止後は撤去され、旧4番乗り場が、現在の3番乗り場となっている。JR 貨物の駅は、旅客駅舎の北東にある、一面一線のコンテナホームを有している。コンテナ貨物の取扱い駅で、ここでは12フィートコンテナのみを取り扱っている。ホーム上に、営業窓口の日本貨物鉄道北海道支社、JR 貨物道北支店北見営業所が、設置されている。 当駅の取扱い品は、玉ねぎなどの農産物が多いため、季節によって取扱い量が大きく変動する。そのため収穫期の秋、当期のみ貨物列車が発着し、それ以外の時期はトラック便のみが運行される。なお、トラック便は1年を通して運行されている。臨時高速貨物列車は、北旭川駅。 札幌貨物ターミナル駅との間に1日3往復。トラック便は北旭川駅との間に1日後、往復設定されている。農産物以外の主要取扱品には配管電池、配計口頭がある。これらは日本国内各地からコンテナで当駅まで輸送され、北見市内にある配管電池、配計口頭処理施設の野村工産糸無加工業所へ送られる。 北見市統計所によると、近年の年間輸送貨物実績は以下の通り、周辺は北見市の中心市街地となっている。北見工業大学、野付牛公園、東梁公園へは、車で約10分、北見市民会館、北見八火記念館、八火上流館へは、車で約5分のアクセス。駅南側へは隣接する、中央プロムナードを渡る。 交通広場、北見バスターミナル。ありがとうございます。